こんにちは。いかがお過ごしですか新緑の季節となりました。庭のツツジがだんだんと咲き、色とりどりの世界になりましたね。お花から毎朝元気をもらっています。未来を織り成す創造と循環の町、稲市。四方、稲。五月号。 ナンバーをお読みします。今月の特集。稲市にマイホームを建てよう。出会いたい、その思い、稲市が応援します。令和6年度区長紹介。文化施設だより、公民官報稲。議会だより、社協法福祉稲。希望にあふれた学校生活がスタート。4月4日木曜日。 市内小中学校では入学式が行われました。この日は、保護者に見守られながら、初めて小学校へ登校した子どもたち、ドキドキ、ワクワクした表情で入学式やクラスルームを過ごし、小学生としての第一歩を踏み出しました。写真、西春地下南小学校。保護者が見守る中、カバンを背負った男の子2人が、 表情豊かに歩いている写真があります写真終わり表紙終わります稲市にマイホームを建てよう稲スマイル補助金どんな補助金市では市内在住の若者世代の定着や U ターン、I ターンの促進を図るため住宅の新築、取得に対する補助を 市内全域を対象にに令年年度度かから7年度にかけて実施すするものです補助対象、45歳以下の方、45歳以下の配偶者がいる方、または同居する中学生以下のお子さんがいる方、住所を有し、定住する医師が確認できる方、自治会等に加入し、地域活動に参加する医師が確認できる方、 補助要件、令和5年4月以降に登記が完了している建物を所有している方、補助金額、最大150万円、市内に新築、建て替え、建て売りで住宅を取得した場合、25万円、基本額、市内に本店、または支店、営業所のある業者で建築した場合、プラス50万円、加算。 土地の取得を伴う新築・建て替え・建て売りの場合、プラス50万円加算。居住誘導区域に新築・建て替え・建て売りで住宅を取得した場合、プラス25万円加算。いな、スマイル Q&A。クエスチョン。令和5年度に家を建てましたが、補助金の対象になりますかアンサー。 令和4年4月以降の建築で建物の登記が令和5年4月以降であれば補助金の対象となりますクエッション他の補助金との併用はできますかアンサー国や県の補助金を併用する場合はその補助金額を建築経費から差し引いた額が対象となりますただし市の他の住宅新築等補助金との併用はできません クエスチョンどのような建物が対象となりますか？アンサー建物の面積が40平方メートル以上で台所、浴室、水、洗便所、洗面所等を備えた建物が対象となります。クエスチョン店舗や倉庫部分のある併用住宅も補助金の対象になりますか？アンサー住宅部分の床面積が。 建物全体の床面積の2分の1以上であれば補助の対象となります空き家バンク補助金空き家求む市では空き家の利活用による空き家の解消や移住・定住の促進を目的に所有者・利用者それぞれを支援する空き家バンク制度を設けています空き家を売りたい・貸したい方 空き家を買いたい、いい。たた借りたい方は、まずお気軽にご相談ください空き家情報は、稲地域空き家バンクホームページのほか、稲市公式 LINE からも配信中です。空き家バンクの推移を表した棒グラフがあります。平成28年から令和4年の登録と制約の棒グラフを読みします。平成28年。 登録二十八件、導約十八件。令和一年登録六十二件、導約四十二件。令和四年登録八十九件、導約七十二件。補助内容、所有者の方、空き家バンク登録促進補助金。 増改築経費の10分の2最大75万円を補助。家財等の搬出・清掃経費の最大15万円を補助。空き家バンク製薬報奨金、製薬後に報奨金10万円を支給。利用者の方、空き家バンク利用促進補助金、空き家バンク登録物件の取得や増改築にかかる経費の10分の2 最大75万円を補助年齢等に要件があります補助金からスタート1年利用者の声稲スマイル補助金はとてもいいと思いました友人でこれから家を建てる人にも勧めています郡内30代2人世帯配偶者稲スマイル補助金があったことが稲に住む決め手になりました 県内30代3人世帯配偶者子もともと稲に住んでいましたが稲スマイル補助金が稲に住み続ける後押しになりました市内20代3人世帯配偶者子こんな制度も注目しよう薪ストーブ設置補助金最大30万円スマイル補助金と併用できます ベレットストーブ設置補助金最大42万円、スマイル補助金と併用できます。お得に融資を受けられる住宅ローンフラット35、最長10年、0.25%から0.5%金利引き下げ、既存住宅限定、太陽光発電システム補助金最大70万円、 事業者限定、宅地・分譲に対する補助、1区画当たり30万円、1区画当たり200平方メートル以上で3区画以上の分譲の場合、問い合わせ・地域創造化・移住・定住促進係、出会いたい、その思い、稲なが応援します。 出会いの一つのきっかけとして、アイサポに相談してみませんか。稲市出会いサポートセンター、通称アイサポは、市が運営する公的な結婚相談所です。結婚相談や、新たな出会いの機会を創出するイベントの開催、情報発信などにより、結婚を希望する方が、その希望を実現できるよう、個々に寄り添った支援を行っています。 令和6年度は、新たに出会いサポーターを配置し、オンライン相談など、窓口機能を強化するほか、移住婚の取り組みや、積極的なイベントの開催、さまざまな機会を捉えた情報発信を通じて、出会いの機会を創出し、いなし・出会いサポートセンターの充実・強化を図ります。また、会員登録無料による 出会いいい。ののの場の提供も行ってまますので、ま、ずはお気軽にご相談ください登録対象者、20歳以上の独身者で次のいずれかの条件を満たす方、伊那市に住んでいる方、住民票のある方、伊那市内の企業等にお勤めの方、市外在住で結婚後に伊那市へ定住する医師のある方、 結婚新生活支援事業結婚に伴い、新たな生活を始める若い世代の経済的な不安を軽減し、結婚・新生活を応援します。対象となる世帯、補助対象となるのは、次の条件をすべて満たす世帯です。令令和和6年年1月1 31月月日日から令和7年3月31日の間に婚姻届を提出し、 受理されていること、婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下であること、夫婦の合計所得が500万円未満であること、対象となる費用、結婚に伴い新生活を始めるにあたり必要な令和6年4月1日以降に発生した次の費用が対象です。住宅取得また 建築工事に要した費用、住宅の賃借に要した費用、引っ越しに要した費用、補助額、夫婦ともに29歳以下の世帯、最大60万円、夫婦ともに39歳以下の世帯、最大30万円、補助対象となる期間や、その他の要件もありますので、まずはお気軽にご相談ください。 稲市出会いサポートセンター登録会員性婚祝い品アニバーサリーシードルがプレゼントされます稲市出会いサポートセンター場所稲図書館1階稲市新井3417-2相談時間火曜日木曜日午前10時から午後4時土曜日午前9時から午後5時祝祭日 12月29日から1月3日を除く問い合わせ先電話 714071e-deai-inacity.jp ーー令和6年度区長を紹介します。稲地区味噌の区の 久人、山寺区、柴茂、坂下区、唐沢慎一、荒井区、森谷明、西町区、田中健三、小沢区、上田信明、平沢区、網野隆、横山区、小林慎一、霞ヶ丘区、三井陽一郎、中央区、今井和夫、日陰区、森谷実 上野原区、中田穂積、堺区、伊藤学、狐島区、中村正、上新田区、秋代正幸、下新田区、上山春人、上牧区、大野田秀樹、野底区、沖村敦福島区、井口聡、三原区、永井健一、若宮区、中村信夫、前原区、北原康俊、 地区区長会長、新井区、森谷明。地区、副区長会長、中央区、今井和夫。富方地区、上乳山区、北原秀樹。北新区、伊藤聡桜井区、藤沢義行貝沼区、中原隆弘。北福地区、吉沢昭夫。 南福地区下島正志区長会長北福地区吉沢昭夫副区長会長南福地区下島正志美鈴地区芦沢区矢島八郎笠原区赤羽裕二南割区伊藤博康横間地区蟹沢則夫 上大島区、春日光岳、末広区、中村俊和、上原区、宮沢秀明、中方区、森田正史、下方区、山岸悟、上川手区、白鳥義孝下川手区、渋谷正造、青島区、小林康弘、地区町会長、青島区、小林康弘、 地区副区長会長、芦沢区矢島八郎寺地区、地区区長会長、八津出区、戸内哲彦地区、副区長会長、中坪区、神林操野口区、石倉健一下寺区、矢沢学 東春地下地区、車屋区、野味噌吉光、中組区、酒井健一、野馬区、北沢義弘、木浦原区、高畑克美、中戸の島区、寺門直樹、下戸の島区、田中幸雄、田原区、伊藤博、原新田区、小山敏夫、灰原区、折井聡、明野区、 小瀬博地区,区長会長、土幕北沢義弘地区副区長会長、下戸の島区、田中幸男、明野区、小瀬博、西見輪地区、大泉新田区、清水貞男、吹上区、春日照美、 はびろ区重森正幸、あがと区鈴木よしみ、中条区松崎宏、与地区小針康信、大ヶ谷区泉沢国と、地区区長会長吹上区春日照美、地区副区長会長あがと区鈴木よしみ、西春地下地区 小出一区、唐木英治、小出二区、戸田光則、小出三区、六原智治、小出島区、荒賀光一、左腕戸区、酒井充、表木区、春日武、諏訪方区、小松和義、赤木区、池上隆、下牧区、西村浩二、地区区長会長、諏訪方区、小松和義、 地区副区長会長、小出一区、唐木英二表木区、春日武志、高島町地区、高島東区、伊沢祐一、高島西区、伊藤正高島南区、西村則義、高島北区、伊藤博、高島中区、赤羽聡、長藤区、宮沢茂。 山室区北原幹人、藤沢区北原達夫、上山田区田中伸一、下山田区小松平一、小原区小松弘明、勝間区大場義弘。地区区長会長山室区北原幹人、地区副区長会長小原区小松弘明、長谷地区肘山区 北原智美、肘区、中山和夫、溝口区、中山育夫、黒郷地区、黒河内博人、中尾区、伊藤寿、一ノ瀬区、宮下幸夫、杉島区、伊沢隆一、地区区長会長、肘区、中山和夫、地区副区長会長、溝口区、中山育夫、区長、 町総代の皆さんには市の行政事務連絡員を移植しています地域の教科書をご活用くださいこれから住む地域ってどんな場所か調べてみよう市では市内に転入した方が自治会や地域への理解を深める資料として地域の様子や行事、負担すべき事柄などを掲載した地域の教科書を作成しています 市役所1階市民ホールに設置し、ホームページからもご覧いただけます。ぜひご活用ください。問い合わせ、地域創造課地域振興係。インフォメーション、暮らしの情報をお届けします。稲市役所、電話78、78-4111、FAX、7 4 4 1250高藤町総合支所、電話94-2551ファックス94-3697長瀬総合支所、電話98-2211ファックス98-2029稲市公式ホームページ https スラッシュスラッシュ ww.inacity.jp スラッシュお知らせお問い合わせフォームを作成しましたマイナンバーカードに関するお問い合わせフォームを作成しましたマイナンバーカードを作りたい通知が届いたけどどうしたらいいかカードがロックされてしまったなど マイナンバーカードに関する各種お問い合わせにメールでお答えします。問い合わせ、市民課、市民窓口係、引きこもり相談窓口を開設しています。令和4年12月から、福祉相談課に引きこもり相談窓口を開設しています。悩みや不安のある方は、一人で抱え込まずに、 まずはご相談ください。申し込み方法、電話、または申し込みフォームから相談予約してください。問い合わせ、福祉相談課、相談支援係。4月から稲市の組織の一部が変わりました。県立高校の再編による稲進行、歌唱、および 稲技術振興、歌唱の開口を見据えて、稲市駅及び稲北駅周辺を中心とした新たなまちづくり事業を力強く推進するため、次の通り組織を改めました。地域創造課にまちづくり全体の計画、推進を行うまちづくり推進係を新設しました。 稲北駅周辺のハード整備に集中するため、土地整備課の町づくり推進係の名称を稲北駅周辺整備係に改めました。問い合わせ、総務課、行政改革推進係。農作業中の事故防止対策を行いましょう。農作業が本格化する春には、 常用型トラクターなど、農業機械からの転落、転倒による死亡事故が多く発生しています。事故防止対策をしましょう。作業前の点検、作業中の安全対策をとりましょう。作業を始める前には、機械の動作確認、通行場所の安全確保をしましょう。農業機械に乗る際は、シートベルト、 ヘルメットの着用をしましょう。問い合わせ、農政課農政係。第67回、稲祭、市民踊りの参加連説明会。今回の稲祭りのテーマは、全身、ホアからウィズへ、歩み出した歩幅で、市民が集い、共に考え、共に行動して成し遂げる、 稲祭りを目指します。稲り開催日8月3日土曜日市民踊り参加連説明会第67回稲祭り市民踊りに参加を予定している連の代表者を対象とした説明会を開催します日時5月10日金曜日午後7時から約1時間 会場、市役所、多目的ホール、内容、市民踊りの実施方法や申し込み方法、踊り講習について説明します。その他、参加を検討している例の代表者は必ず出席してください。問い合わせ、観光課、商工復興課、 軽自動車税、自動車税は納期内に納税を。軽自動車税、種別割、および自動車税、種別割は、毎年4月1日に車両を所有している方に課税されます。納期限5月31日金曜日。軽自動車税については税務課へ自動車税については、南進県税事務所へお問い合わせください。 問い合わせ、税務課、管理納税係、南進県税事務所、総務係、電話76、76-6805、軽自動車税の減免申請のご案内、軽自動車税、種別割について、減免を受けられる場合があります。また、申請済みであっても、 車を買い替えた場合は、再度減免手続きが必要です。対象、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持ちで、要件に該当する方、生活保護受給者など、申請期限、5月31日金曜日、減免車両は1台のみです。 自動車税の減免を受けている場合は、軽自動車税の減免は受けられません。問い合わせ、税務課、管理納税係。自衛隊への情報提供を希望されない方へ除外申請のお知らせ。自衛隊員の募集にあたり、自衛隊からの依頼を受け、18歳及び22歳になる方の氏名、住所、 年齢、性別を提供しています。自衛隊に個人情報の提供を望まない方は、ご本人やご家族から除外申請書を提出していただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外することができます。申請期間、4月1日月曜日から5月31日金曜日、 除外申請書の様式は窓口で配布しているほか、市公式ホームページからダウンロードできます。危機管理課に持参、または郵送でご提出ください。問い合わせ、危機管理課、防災係。市内一般タクシーの電話受付時間が変更になりました。公共交通機関であるタクシーの 電話受付期時間が変更になりました。電話予約受付時間。日曜日から木曜日。稲タクシー午前6時から深夜2時。白川タクシー午前6時30分から深夜2時。金曜日、土曜日など夜間のタクシー利用者が多く予想される日は深夜 4時まで受け付けます。お問い合わせ先。稲タクシー。電話76。76-5111。白川タクシー。電話72。72-2151。企画制作課、企画制作係。稲明日なろの会。南信地域。実施遺族交流会開催。 自死遺族同士が他の場所では話すことができなかった死別後の悲しみや苦しみなどの感情や体験を本音で語り共感し支え合い分かち合っていくことができる安心な場所です。日時5月25日土曜日午後1時30分から3時30分、費用無料、 対象、家族を、自死、自殺で亡くされた方、会場や参加申し込みなど、詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、健康推進課、保険係、稲保健福祉事務所、電話76、76-6837。子供の日から一週間、子供、 真ん中児童福祉週間5月5日日曜日祝日から11日土曜日は子供真ん中児童福祉週間です子供の健やかな成長子供や家庭を取り巻く環境について考えてみましょう令和6年度標語好きなことどんどん増やして大きくなあれ 加藤智康さん、6歳、香川県。問い合わせ、子育て支援課、子育て支援係。令和6年度、稲市防災コミュニティセンター、自主講座のご案内。さまざまな分野の自主講座を無料、保険料、材料費などは自己負担で開講します。講座内容や、 申し込み方法など詳しくは司法4月号に合わせてお配りした冊子をご覧ください。期間5月から令和7年3月会場稲市防災コミュニティセンター問い合わせ障害学習センター稲市総合型地域スポーツクラブ電話73-8573 モバイル市役所、モーバがお近くの公民館や集会所などに出向き、行政サービスを提供。1、運転免許証自主返納者への助成金申請受付。期日、5月8日水曜日、22日水曜日、時間、午前9時30分から午後1時、会場、 稲警察署、駐車場。必要書類を準備の上、会場へお越しください。予約は不要です。2、マイナンバーカード出張申請受付。期日、5月15日水曜日、稲地区、竜島6月5日水曜日、西春地下地区。時間、午後2時30分。 分から4時30分、会場、最寄りの選挙投票所となっている公民館などの駐車場、各地区にお住まいの方が対象です。予約受付、4月30日火曜日から5月7日火曜日、平日午前9時から午後3時、専用電話、080-7302、 問い合わせ企画政策課新産業技術推進係稲市犯罪被害者等支援条例を制定しました市では犯罪被害者やその家族等が受けた被害の早期回復や軽減生活の再建などのため 誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現に向けて、稲氏犯罪被害者等支援条例を4月1日に制定しました。この条例で定める基本理念やそれぞれの役割についてご理解いただき、犯罪被害者等支援にご協力をお願いします。問い合わせ、文化交流課・人権男女、多文化共生係、 ここででイベント南アルプス北部地区開山祭第66回町営祭開催南アルプスの開拓者竹沢町営王の肥前に集い町営王の遺徳をしのぶとともに本格化する登山シーズンの安全を祈願する目的で町営祭を開催します。日時 6月15日土曜日午前9時30分から約1時間、会場、南アルプス北沢峠、朝営大日前、朝営小屋となり、内容、非前祭、安全祈願、献花式、交流会、記念登山は行いません。参加方法、各自で南アルプス林道バスをご利用いただき、 時間までにお集まりください事前申し込み不要バス料金等は自己負担になります参加者には記念品オリジナル日本手ぬぐいをお配りします問い合わせ長谷南アルプスカ山岳環境係入笠山改ざん祭開催改ざん祭では神事式典のほか 参加者へ記念品を配布します。山頂から360度の大パノラマを楽しみましょう日時5月18日土曜日午前11時から会場入笠山登山口問い合わせ高藤高藤商工観光課第30回新徳館の日記念事業開催 高藤藩の学問所・新徳館、その学びを振り返りながら、現在学校で行われている取り組みや、将来を担う子どもたちの姿を紹介します。期日、5月25日土曜日、新徳館の日記念少年剣道大会、会場、高藤スポーツ公園文化体育館、時間午前8時30分から、 新徳館の日式典基調講話学習発表会場高等覚時間午後1時から記念講演会会場高等覚時間午後2時20分から問い合わせ障害学習課高等教育振興係募集 新州稲聖月俳句大会俳句作品募集幕末から明治初期に稲谷を放浪し多くの名句を残した俳人聖月を偲ぶ俳句大会の作品を募集します募集期限6月5日水曜日トーク料高校一般の部3区1組1000円高校生は無料ただし1組まで トーク方法、応募用紙は文化交流課や市内文化障害学習施設で配布するほか、市公式ホームページからダウンロードできます。また、オンラインによるトークもできます。入賞者は、9月8日日曜日に開催予定の第33回新州稲青月俳句大会で表彰します。小中学校の部は、 学校を通じて別途募集します。問い合わせ文化交流課文化交流係ファミリーサポートセンター協力会員募集子どもの預かり保育園幼稚園への送迎など優勝で子育てのお手伝いをしていただける方を募集します応募要件20歳以上で心身ともに健康で事前に養成講座 全3回を受講できる方募集期限6月20日木曜日養成講座開催日程下記6月27日木曜日7月4日木曜日11日木曜日費用無料時間午前9時から正午会場南美濃阿村子ども館 お申し込みいただいた方には別途お知らせします詳しくは市公式ホームページをご覧いただくかお問い合わせください令和6年度から養成講座は夏季・秋季の年2回開催しますので受講しやすくなっています問い合わせ子育て支援課子育て支援係令和7年度伊那市職員募集 令和7年4月採用の職員を募集,します,募集する職種試験日など詳しくは5月1日水曜日以降受験案内または市公式ホームページをご覧いただくか総務課までお問い合わせください受験案内の配布申し込み受付期間5月1日水曜日から20日月曜日受験案内の請求方法 総務課各総合支所各支所市民サービスコーナーで請求してください郵送を希望する場合120円切手を貼り宛名を記入した角認サイズの返信用封筒を同封し総務課まで請求してください市公式ホームページからダウンロードすることもできます問い合わせ総務課職員係 日本語学習をサポートするボランティア募集地域に住む外国人の日本語学習をサポートするい日本語教室では、ボランティアを募集しています。特別な資格は必要ありませんので興味がある方は是非見学にお越しください会場日時障害学習センター会議室桜組 毎週木曜日午後1時から2時30分毎週土曜日午後2時30分から4時毎週日曜日午前10時から11時30分桜組ジュニア毎週土曜日午後1時から3時稲光民館研修室桜組毎週土曜日午前10時から11時30分 問い合わせ、文化交流課、人権、男女、多文化共生係。中央アルプス地区、遭難対策防止協会、救助隊員募集。中央アルプス地区、遭難対策防止協会では、救助隊員を募集しています。募集人数、若干名、救助隊員。募集期間、随時受付、定員になり次第終了。 募集要件、上稲地区にお住まいの方山岳遭難防止活動に積極的に参加いただける方山岳遭難事故等有事の際に出動できる方冬山登山の経験がある方応募・お問い合わせ先中和総体協事務局駒ヶ根市役所商工観光課内 電話九八の八五零八。問い合わせ、観光課、観光施設係。援助、補助。経営所得安定対策等交付金の申請受付開始。令和六年度の交付申請の受付が始まります。対象の方には、五月中旬までに申請書などを送付しますので。希望者は。 期限までに必ず提出してください。提出期限6月3日月曜日提出先「農政課 JA カミ中部営農センター」「問い合わせ伊那市農業再生協議会事務局」「農政課農業振興係内」「特別児童扶養とイとご存知ですか?」「精神や身体に障害のある 満20歳未満の児童を養育する父母、または父母に代わって児童を養育している方に支給します。支給額、1級月額55,350円、2級月額36,860円。手当を受けるには申請が必要です。受給できる条件や所得制限がありますので、詳しくはお問い合わせください。 問い合わせ子育て支援課子育て支援係年金ガイド20歳になったら国民年金20歳から60歳未満の方は厚生年金などに加入している場合を除き国民年金に加入し保険料を納めることになります20歳になると日本年金機構が 国民年金に加入したことをお知らせします。ただし、直前に海外から転入された場合など、加入のお知らせが届かない方は、手続きが必要です。保険料の納付方法日本年金機構から送付される納付書で、金融機関やコンビニエンスストア、スマートフォンアプリを利用した電子決済などで、納付してください。口座振替や、 クレジット納付もできますので希望する方はお申し込みください保険料の納付が難しい時は収入がなく保険料の支払いが難しい場合は学生納付特例制度学生のみや納付免除猶予などの制度があります詳しくはお問い合わせください問い合わせ健康推進課国民年金係稲 年金事務所電話76-2301スポーツ令和6年度ふれあいスポーツ教室後半教室会場対象定員開催日時申し込み締め切りの順にお読みしますスポーツクラブ西春 西春地下南小学校体育館小学生20人程度5月10日から令和7年3月14日毎週金曜日午後6時から7時30分申し込み随時楽しくケアウォーキング高遠スポーツ公園文化体育館トレーニング室どなたでも15人5月20日 27日6月3日24日7月1日いずれも月曜日午後6時30分から8時30分申し込み随時ふれあい自力生態体験教室みその地域交流センターどなたでも10人7月7日21日8月4日18日 いずれも日曜日午前10時から11時30分申し込み随時ニュースポーツを楽しもう高藤スポーツ公園文化体育館トレーニング室小学生以上20人9月4日から10月2日全5回毎週水曜日午後6時30分から8時30分申し込み随時 みすず秋のニュースポーツ体験みすず小学校体育館小学生以上30人9月14日21日29日10月6日12日20日土曜日または日曜日午後6時30分から8時30分申し込み締め切り9月6日金曜日ソフトボールピッチング教室 屋内運動場、小学生以上20人、9月26日から11月28日、全10回、毎週木曜日、午後7時から9時、申し込み随時、ゴルフ教室、西部グリーンパーク、高校生以上10人程度、10月から令和7年1月、全10回、 火曜日午後6時30分から8時日曜日午後2時から3時30分申し込み締め切り9月27日金曜日教室の内容など詳しくは市公式ホームページをご覧くださいその他スポーツ教室を随時開催します詳しくは司法などでお知らせします受講料は無料ですが その他の費用、保険料、消耗品費などの実費分をいただく場合があります。申し込み多数の場合は、主催者による抽選を行い決定します。第71回市民体育祭、種目バドミントン、期日6月16日日曜日、時間午前8時30分、 開会式開始、会場ロジテックアリーナ申し込み期限5月31日金曜日市民体育祭は市内在住在勤または在学の方ならどなたでも参加できます申し込み用紙はスポーツカーにありますまた市公式ホームページからもダウンロードすることもできます問い合わせ スポーツ科、スポーツ係。市営住宅、募集予定住宅。市営住宅の申し込み受付、お問い合わせは、長野県住宅供給公社が行います。公営住宅。政令月収15万8千円以下の世帯向けです。城南町団地。3DK21500 円から。 32, 円2個殿島団地3系一1 6 3 0 0円から24,300円1個中島団地3系一1 5 6 0 0円から23,200円2個中堅所得者創用住宅中学生以下のお子さんのいる世帯は家賃を2割軽減します。 若宮若者子育て向け住宅 2LDK5 万円11個ハイツ小原南住宅 2LDK3 万4千円1個 1> ハイツ小原南住宅 2LDK4 万円3個小原北特賃住宅 3LDK4 万円1個メゾン 的場住宅 2LDK3 万5000円1個山室住宅 UI ターン世帯用 3DK2 万5000円1個私来住宅 UI ターン世帯用 3DK3 万円1個申し込み受付期間5月1日水曜日から 5月9日木曜日抽選日5月14日火曜日入居日6月1日土曜日入居抽選会の結果により募集内容が変更となる場合があります金額は家賃問い合わせ長野県住宅供給公社電話98-7450インフォメーション終わります 皆輝きびとファイルナンバー51。藤野仁義さん18歳西町出身。中学3年生当時のインタビューなどが掲載された令和2年度の司法を手に希望に向かって力強く語る藤野さんの写真があります。藤野仁義さんのプロフィール。日本航空高校山梨に進学。 高校3年時に男子バスケットボール部でゲームキャプテンを務めチームを令和5年度全国高等学校総合体育大会インターハイ2023優勝第76回全国高等学校バスケットボール選手権大会ウィンターカップ2023ベスト8に導く。 夢に向かって歩みを止めない。あの時を経験したからこそ高校では一試合一試合を大事にし一つ一つの練習ができる喜びを感じることができた稲中学校3年生の時に新型コロナウイルスの影響により部活動ができなくなり3年間の集大成と位置づけていた中学校総合体育大会夏季大会も中止に。 当時、バスケットボール部の主将を務めていた藤野さんはカミーナ中大連が中学生たちの気持ちに応えるため実施したカミーナ中学校体育大会に臨んだ際悔しさや将来の夢などを司法のインタビューに答えていました。中学を卒業しより高いレベルの環境に身を置くため県外の高校へ進学しました。 しししかしそこでも試練が訪れました高校3年時インターハイを3ヶ月後に控えた頃監督がが変わっったたこととでチームに同様が走ったと言います危機感を感じる中より一層選手間でコミュニケーションをとるようになり良いところも悪いところも言い合えるチームになったそれが優勝の要因にもなったと振り返ります。 高校3年間は仲間との練習をできない歯がゆかったコロナの期間を経たことで毎日の練習や1試合1試合を大事にすることを意識して過ごすことができたまたバスケはチームスポーツなので自分一人では何もできないしインターハイで優勝できたのもチームメイトの支えだったり試合に出てない仲間からの声やアドバイスなど 周りのみんなに支えられてここまで来られたなという思いが強いと藤野さんは話しますそして B リーガーという夢を本気で追いかけた藤野さんは今モデルや俳優などの芸能活動をしたいという新たな夢を見つけましたインターハイで優勝しメディアに取り上げられる中で多くの声援が自分を奮い立たせた 「試合を見てすごく元気をもらえた」という言葉がすごく嬉しくもっとたくさんの人に元気や夢を与えられる存在になれたらと思うようになった「狭きもんだとは思うが最初から諦めていたら終わり」「自分を信じて頑張りたい」と力強く話しました「人生は何が起こるかわからない」「夢を諦めず突き進みたい」 と話す藤野さんの目には希望が満ち溢れていましたちょっと待って未来なまちづくり小学生も新たなまちづくりに参画県の高校再編により稲北高校と稲弥生川岡高校が統合し稲北高校の高地に新しい高校が開校しますまた上稲地域の職業科4校を統合し 新たな技術校を上伊那農業高校の校地に設置する方針が、長野県教育委員会から示されました。これを受けて、伊那市では新たなまちづくりに取り組んでいて、利用客の大幅な増加が予想される稲北駅周辺の整備の検討も始めています。この新たなまちづくりの取り組みを知った、伊那小学校6年校組の児童、 令和6年3月卒業が自分たちも町づくりに参画しようと稲北駅前に期待する公園を考え白鳥市長に提案しました6年校組では5年生の頃から総合学習の時間に学校内の林にアスレチック遊具を作るなど公園についての学習を進めてきました。また今回の提案に向けて 市内の公園や稲北駅周辺を見に行ったり地域の住民や観光客への聞き取り調査をしたりしました一番多かった要望は時計なので屋根付きの両面見える時計を稲北駅を利用する人が見やすい場所へ設置したいなどグループごとに準備したイメージ図などをスクリーンに映しながら自分たちのアイデアを提案しました。 稲の名物を PR するローメン滑り台を設置して駅の近くにローメンが食べられるお店があるといいとユニークな発想もあれば災害時にシートをかければテントになるブランコを設置したいトイレやかまどになるベンチも設置しようといった能登半島地震を踏まえた意見も出されました市長は提案を聞いて時計やベンチを多くの人が望んでいることは 私たちには気づかない視点子どもたちの調査の中で大変勉強になったと評価しこれからの時代を担っていく子どもたちの意見を尊重しながら市民の皆さんに愛される駅前広場を整備したいと語りました今後の整備にあたっては市民の皆さんの意見も参考に検討していきます。問い合わせ都市整備 稲北駅周辺整備係こんにちは有効都市新宿区歌舞伎町 PR 動画ができました東洋一の繁華街とも称される歌舞伎町皆さんはどんなイメージをお持ちでしょうか新宿区は地元商店街振興組合町会民間企業関係行政機関 NPO ボランティアなどと連携し 歌舞伎町を誰もが安心して楽しめる町に再生するための取り組みである歌舞伎町ルネッサンスを推進していますこの歌舞伎町ルネッサンスの一環として安全安心地域活性化ちづくりなどの事業を実施する一般社団法人歌舞伎町タウンマネージメントが歌舞伎町のイメージアップのため歌舞伎町 PR 動画を作成しました。 繁華街、ディープな雰囲気といった歌舞伎町のイメージをあえて抑え「歌舞伎町オン・ザ・グラウンド」をキャッチコピーに若者たちが明るい空の下で歌舞伎町の街を楽しむ様子などを切り取った動画2作品に仕上がりました。ホーームページから視聴でできまますすのでぜひご覧ください写真が2枚枚あります1枚目 歌舞伎町は遊び倒そうプレイグラウンド歌舞伎町若者たちが持つ歌舞伎町のイメージを改善するため、同世代のグループが歌舞伎町で遊んでいる様子を紹介した動画の写真です。2枚目歌舞伎町散歩アンダーザ歌舞伎スカイ歌舞伎町のイベントや癒しスポットなどを女性2人で巡り。 お出かけしたくなる街を表現した動画の写真です。問い合わせ稲市新宿区との交流に関すること。稲市文化交流課問い合わせ新宿区の歴史文化などに関すること。新宿区文化観光課電話03-5273-4069。 伊那市長の焚き火通信、明治の細密画を令和で使う。高遠町出身の日本画家池上修保、1874年から1944年生誕105周年展が各地で開かれています。長野県立美術館、長野県伊那文化会館、東京都ネルマ立美術館。 信州高遠美術館、高遠町歴史博物館、稲市創造館で、四国の名作の数々が展示されています。画風はジャンルを問わず、花鳥が、動物が、植物が、歴史が、武者ゃへ、山水画などが屏風や掛け軸、大判の和紙にあまた描かれています。とりわけ私が興味と好奇心を持ったのが ボタニカルアートのような細密画とスケッチ帳です。修法は実に細かく丁寧に写生を繰り返して描きました。昆虫、蝶、ガ、植物、鳥、動物、魚などを精緻に表現しています。珍しい細密画としては、大水あおガ、小梁バッタ、ナナフシ、オケラルリボシカミキリ、昆虫。 ヒマラや雪の下、サンショウバラ、周回道、大山木、植物、カササギ、キリンジャク、カワガラス、サンコウチョウ、鳥といったなかなか一般的でない画材を取り上げているのも印象的です。これらの昆虫、植物、鳥などの細密画が稲市立稲小学校に多く保管されています。またスケッチ帳も秀逸です。 基台の才能を持つ周保は、常に横長のスケッチ帳を持ち歩いていました。木曽寺、伊香保温泉、那須塩原温泉、伊勢神宮などの他に、中国南部の蘇州、甲州、朝鮮半島から満州、唐太などを訪れ、スケッチをしています。美術館などでスケッチ帳を展示する際には、一箇所のページしか開けませんから、 他のページには何が描かかかれているのか分かりません今回の「池上修法展」に何度か足を運ぶ中で細密画やスケッチ帳を一枚一枚デジタル化データベース化して小中学生に活用してもらえないか池上修法の描いた明治時代の細密画やスケッチを広く市民の皆さんが活用できないか。 また、市内小中学校に保管されている州保の作品もあります温度湿度紫外線害虫などから守るためにも最適な保,保管方法を考えなければなりません美術館や創造館に通いながらいろいろと考えています。市白鳥隆 心を結び稲をつなぐストーリーナンバー1町記者スタート田植えの風景や木々の芽吹きによる緑の濃淡公園に響く子供の声や山菜の味覚皆さんの好きな景色や心地よい時間豊かだなぁと思うことは何ですか市では地域の魅力や課題などを取材して発信する市民記者町記者を始めました 稲で暮らす人の視点で探索し、地元の誇りや、いいなと思える魅力のほか、地域の困りごとなどの課題などを発信するものです。中高生から40代以上の職業も多様な参加者が集い、稲記者クラブの皆さんを講師に迎え、記事や動画、音声作成について学びました。今、様々な情報がウェブ上で収集できたり、 AI で効率的に得たりできますが地域で何かをしたいという思いを持った人の感覚を通じて伝わることは AI など他のの何者にも変えもえがたいです参加者からはいろいろな人と出会えたもっと稲を知りたいなどの声が寄せられました興味関心も伝え方もさまざまな町記者からは「日々の暮らしの多様な ありののまままのが表現されます。私たちの住むいなしがこれからもずっといなしらしく魅力ある町であり続けるために郷土愛の情勢やブランディング視点も踏まえて暮らしの豊かさを実感できることや次の世代に伝えたいことをみんなで作り上げていけたら嬉しいです。5月、広報番組、いいなチャンネル、 放送開始時間毎週土曜日更新稲ケーブルテレビデジタル12チャンネル J501 チャンネル土曜日午後7時午後10時30分日曜日午前8時30分午後1時30分午後7時月曜日午後4時55分火曜日木曜日 午後11時25分、水曜日午後8時、金曜日午後3時30分。放送日と内容をお伝えします。4日からお休み、11日からバまつり開催、18日から介護予防について、25日から水道週間、都合により番組内容が変わる場合があります。 いなしチャンネル、いなケーブルテレビ、デジタル11チャンネル、文字情報や広報番組などを放送するいなし行政チャンネルです。こんにちは。保健師です。認知症って予防できるの生活習慣病と認知症の関係。認知症は何らかの原因で脳の神経細胞が死滅し、 認知機能が低下して起こる病気です原因は様々ですが主なものとしては脳卒中脳出血や脳梗塞によって血流が途絶え酸素や栄養素が届かなくなったことが原因で起こる脳血管性の認知症とアミロイド β などの特定のタンパク質が脳神経細胞に蓄積したことが原因で起こるアルツハイマー型認知症があります。 この2つは、どちらも生活習慣病が大きく関係しています。生活習慣病を予防すること、生活習慣病になってもきちんと治療することは、脳の神経細胞を守り、認知症を予防することにつながります。認知症は、第3の生活習慣病、高血圧や脂質異常症などがあると血管が硬くなり、 血管内が狭くなります。動脈硬化すると酸素や栄養素が十分に届かなくなり、脳の神経細胞も傷つきます。さらに、糖尿病の人は、そうでない人の約2倍認知症になりやすいと言われています。糖尿病は、動脈硬化を引き起こすのに加え、脳でのインスリンの働きが不足したり、 アミロイドベータの分解や除去する働きが少なくなったりし、脳にアミロイドベータが溜まりやすくなることが分かってきています。検診などで高血圧や高血糖といった指摘を受けている場合は、放置せず、早めに医療機関を受診して治療し、コントロールを良好にすることで、血管の状態や脳の健康を保つことができます。 認知症予防のポイントは生活習慣の改善で、食事・運動が基本となります。さらに社会活動を行うそして年1回は健診を受け自分の体の状態をチェックするように心がけましょう。問い合わせ福祉相談課介護予防係相談支援係子育て支援情報 子育て支援センター講座案内受講時間午前10時30分から11時西見濃は9日木曜日英語で遊ぼう24日金曜日髪カットヘアアランジ高藤10日金曜日栄養士相談30日木曜日親子体操富方 13日月曜日14日火曜日おもちゃの広場17日金曜日不思議なマジックショーリユナ難15日水曜日助産師による育児相談28日火曜日ビオラ演奏上野原21日火曜日歯科衛生士による歯科相談31日金曜日 ママのための防災講座子育て講座へ参加ご希望の方は事前に各センターへお申し込みください保健師相談時間午前10時30分から11時30分16日木曜日龍南、23日木曜日富方子育て支援センターでは子育て講座 各センターで毎月2回、講師を招き、楽しい講座を開いています。遊びの時間、体操、パネルシアター、読み聞かせなど、みんなで一緒に遊んでいます。保健師、助産師、栄養師、歯科衛生士による相談日があり、育児相談ができます。リサイクル会、保育園や地域の方との交流もあります。 親子で楽しく遊び、お友達と触れ合ったり、育児や生活について情報交換ができる場です。問い合わせ、子育て支援課献血、終了時刻までに受付を済ませてください。6日月曜日、振り返日、メガドンキホーテ、ユニー稲店、午前10時から正午、 午後1時15分から3時30分「稲食品工業健康パビリオン」「午前9時30分から11時50分」「JA 上稲本署」「午後2時から3時30分」「24日金曜日」「長野県稲合同庁舎」「午前9時30分から11時45分」 午後時時から3時30分問い合わせ健康推進課介護相談認知症相談相談窓口介護や認知症についての相談は福祉まちづくりセンター1階福祉相談課へお越しください日時月曜日から金曜日祝日を除く午前8時30分から午後5時 介護認知症カフェオレンジ日頃の介護の悩みや心配事を話してみませんかどなたでも気軽にご参加ください「交友館長谷9日木曜日午前9時30分から11時30分北瀬山寺10日金曜日午前10時から11時30分山裾高遠町 18日土曜日午後1時30分から3時30分ぬくもり館西見輪22日水曜日午前10時から11時30分北和田会所富方28日火曜日午前9時30分から11時30分参加費200円をお持ちください問い合わせ 福祉まちづくりセンター内福祉相談課シリーズ消費生活消費者トラブル注意報消費者のトラブル事例を紹介しますこれらの事例は、相談によりお金が戻ってくるもの、戻ってこないものなど、状況によって様々ですまずは、トラブルに巻き込まれないように、よく注意し、おかしいな 困ったなということがありましたら、ご相談ください。稲市消費生活センター、電話188、または96-8165。架空請求、未納料金がある、などと言って根拠のない料金を請求し、お金を騙し取ろうとします。携帯電話会社を名乗るショートメッセージで、 通信料を滞納していると請求したり、国税庁と偽って納付を求めたりするなど、実在の事業者や公的機関を語ることもあります。完付金詐欺役所や金融機関の職員を名乗り、保険料や一部未払いの年金が返ってくるなどと言って、電話で ATM に誘導し、捜査を指示して口座から送金させます。 最近では銀行の口座番号や暗証番号を聞き出し本人になりすましてインターネットバンキングの利用を申し込み預金を他の口座に不正に送金する手口もあります。サイドビジネスス副業商法誰ででも簡単に稼稼げげる、るマホ一台で稼げるなどのうい文句で副業サイトへ勧誘し仕事に必要だと言って 情報商材やサポートなどを契約させられます実際には簡単に稼げるものではなくほとんど収入がないまま高額な支払いだけが残るケースがあります送りつけトラブル注文をしていないのに健康食品や海産物などを一方的に送りつけられ代金を請求されます受け取ったからには代金を支払わなければならない と思う心理を利用する手口です特殊詐欺など防止対策機器購入補助金特殊詐欺などへの対策機能のついた電話機器の購入設置を補助します対象65歳以上の方補助額費用の2分の1上限5000円申し込み先生活環境課 消費生活係各種相談相談は無料ですお気軽にどうぞ相談内容日時、場所、お問い合わせ先の順にお知らせします行政相談4月26日金曜日午前10時から正午高島町総合福祉センター山須9日木曜日 午前9時から11時市役所103会議室16日木曜日午前9時30分から11時30分長谷総合支所木の里ヘルスセンター栃の木行政相談の問い合わせいずれも総務課・庶務係税理士会員による税務相談要予約 8日水曜日午後1時30分から3時産業と若者が息づく拠点施設あるら税理士会稲な部電話7 4の8 1 7 0行政書士による各種相談要予約8日水曜日午後1時から4時行政書士会稲な部 行政書士会稲支部電話73-2208交渉人による交渉相談要予約月曜日から金曜日祝日を除く午前9時から午後5時稲交渉役場稲交渉役場電話73-8622消費生活相談月曜日から金曜日祝日を除く 午午前8時時、分から午後5時市役所内伊那市消費生活センター「伊那市消費生活センター」電話96-8165交通事故巡回相談要予約2日16日いずれも木曜日午前10時から午後3時伊那合同庁舎内交通事故相談室 上稲地域振興局総務管理課「電話76-6803心配事相談」火曜日木曜日金曜日祝日を除く午前9時から午後4時福祉松づくりセンター司法書士による法律相談要予約17日24日いずれも金曜日 午午、前9時から正午福祉まちづくりセンター心配事相談法律相談の問い合わせは福祉まちづくりセンターふれあい相談センター電話7 2 8 1 8 6予約受付火曜日木曜日金曜日祝日を除く午前9時から午後4時引きこもり相談 月曜日から金曜日祝日を除く午前8時30分から午後5時福祉まちづくりセンター福祉相談課相談支援係人権相談月曜日水曜日金曜日祝日を除く午前9時から午後4時長野地方法務局稲支局長野地方法務局那支局電話78-3462 女性相談要予約月曜日から金曜日祝日を除く午前8時30分から午後5時子育て支援課子育て支援係子育て支援課子育て支援係健康相談火曜日祝日を除く午前9時から11時30分伊那市保健センター各支所、健康推進課 保険係「健康相談離乳食相談要予約」「火曜日祝日を除く午前9時から11時30分」「高遠町文化センター」「長谷健康増進センター」「健康相談離乳食相談ともに高遠町総合支所市民福祉課」「離乳食相談要予約」 21日火曜日午前9時から11時30分伊那市保健センター健康推進課保健係臨床心理士による心の相談要予約日程はお問い合わせください「伊那市保健センター健康推進課保健係精神科医による精神保健相談要予約」17日金曜日 午後2時から4時稲保険福祉事務所健康づくり支援課稲保険福祉事務所健康づくり支援課電話76の6837子育て教育相談月曜日から金曜日祝日を除く午前8時30分から午後5時稲市保健センター内子ども相談室子ども相談室 電話「子どもの発達に関する相談」「月曜日から金曜日祝日を除く」「午前8時30分から午後5時児童発達支援センター小鳩園」小園「小園健康と暮らし終わります」 施設情報5月の休日緊急当番医休日当番薬局5月3日金曜日祝日下條院内科小児科脳外科電話76-5353寺稲市国保長藤診療所整形94-2001高藤町中谷内科医院 駒ヶ根市薮原小児科医院98-7501美濃町あい稲薬局77-0085寺青い鳥薬局境店98-0951堺加奈美いろは堂薬局94-1168高遠町 土曜日祝日野沢委員内科7 4 5 0 0零西町深沢耳鼻咽喉科委員七77-1833山寺斉藤診療所内科外科85-4817宮田村両の診療所内科026646-2017 辰野町小池薬局 72−1311 新井5日日曜日祝日木村内科院 72−3915 新井厚生連美鈴診療所内科 71−5556 美鈴 駒共立クリニック内科8 2の5 0 2 2駒ヶ根市城崎内科クリニック9 8の5 0 3 0 −美濃町美鈴土屋薬局7 7の0 1 0 2前舞原ライオン薬局7 2の3 0 2 9新井6日月曜日振替休日 重森委員内科小児科7 2の2 3 8 4新井春日院中央区内科7 2の3 8 0 3中央のどかクリニック内科小児科8 6の6 7 0 5飯島町百合の木クリニック眼科7 4の2 1 2 8南三ノ輪村 堺屋根の堺薬局74-7265みその12日日曜日中畑内科消化器科クリニック77-3711日陰清水耳鼻咽喉科医院72-3775荒井合同委院 内科小児科8 2の3 5 2 2駒金根市長田内科循環器科小児科医院7 2の4 0 4 3南三輪村海英稲薬局7 4の8 9 8 9みその19日日曜日原内科小学科医院7 7の0 1 7 7 前原、北原眼科医院76-9999荒井片桐医院内科診療内科72-4072日陰座高寺内科小児科医院83-3222駒金市ユーカリの森クリニック内科98-9999 美濃ア町調剤薬局松本京市稲日陰店715710日陰美鈴土屋薬局770102前原ライオン薬局723029新井26日日曜日工能院内科小児科 東春地下厚生連西見輪診療所内科73351西見輪東稲健やかクリニック内科小児科834024駒金根市小村医院内科0266410013辰野町 大谷薬局74-0075西見ノはなお都合により変更になる場合があります休日歯科診療カミーナ航空保健センター山寺電話78-85105月3日金曜日祝日から6日月曜日振り替え12日日曜日 19日日曜日26日日曜日受付時間午前8時30分から11時30分水道料金下水道使用伊那市上下水道料金センター78-5125日時月曜日から金曜日祝日は除く午前8時30分から 午後5時15分場所市役所1階取扱い手続き水道の使用開始中止の受付水道料金下水道使用料に関する手続きなどごみ処理施設受入情報カミーナクリーンセンター98-83375月の休日受入日 3日金曜日祝日6日月曜日振り替え「燃やせる組受入れ日日時月曜日から金曜日午前8時30分から午後4時30分」「クリーンセンター八乙女美濃輪町79-8773」79「5月の休日受入れ日3日三日」 金曜日・祝日6日月曜日振替「燃やせないごみ受け入れ日日時月曜日から金曜日午前8時30分から午後3時30分」「証明書交付等取扱情報」「市民サービスコーナー7 2の4 1 7 9 5月の休業日毎週月曜日と」 28日火曜日,日時月曜日から金曜日午前10時から午後7時土曜日日曜日祝日午前10時から午後5時場所・稲図書館2階事務室内取扱証明書住民票印鑑登録証明書戸籍投書本所得証明書 軽自動車税納税証明書などコンビニ交付マイナンバーカードもしくは有機カードでもご利用いただけます全国どこの店舗でも証明書の取得ができます窓口での取得に比べて50円割引時間午前6時30分から午後11時取扱証明書住民票 印鑑登録証明書戸籍投書本戸籍の不表、所得証明書なお住機カードで取得できるのは住民票印鑑登録証明書のみです5月の休業案内まず三原市ハームからお伝えします取れたて市場電話74-1805 「見晴らしの湯」76「76−8760」「7日と21日いずれも火曜日」明「名人亭」「7 4 1 8 3 1 9日木曜日」「10日金曜日」「16日木曜日」「23日木曜日」「30日木曜日」 「麦の家7 4の1 8 3 3 7日14日21日28日いずれも火曜日」「草の家7 4の1 8 3 7 2日木曜日」「7日火曜日」「9日木曜日」「14日火曜日」「16日木曜日」 21日火曜日23日木曜日28日火曜日30日木曜日ウッドグラスト木星社74-18351日水曜日2日木曜日7日火曜日から9日木曜日13日月曜日から16日木曜日 20日月曜日から23日木曜日27日月曜日から30日木曜日「トマトの木バーベキューガーデン74-1801」1「1日水曜日」「7日火曜日」「8日水曜日」「14日火曜日」「15日水曜日」「21日火曜日」 「22日水曜日」「28日火曜日」「29日水曜日」「体験交流の家やってみらっし」74「74の1807無休」「二輪車カブトレール」98「98の0242」 9日16日23日30日いずれも木曜日南アルプスムラ・ハセパンヤ98-29687日14日21日28日いずれも火曜日ハームハセ98-2955無休 鈴名98-28887日14日21日28日いずれも火曜日稲地区旧伊佐家住宅74-81027日14日21日28日いずれも火曜日高遠町地区 桜の湯、9 4の3 1 1 8 1 4日と28日いずれも火曜日高遠桜ホテル 94−2200 無休長谷地区川柳荘9 8の2 3 1 2 1 4日21日28日 いずれも火曜日なお営業時間など詳しくは各施設にお問い合わせください司法稲へのご意見ご要望は郵便番号396-8617稲市下神殿3050番地稲市役所秘書広報課までお願いします施設情報終わります